今日から2日間にわたって行われる日本銀行の金融政策決定会合。最大の注目は大規模な金融緩和政策、マイナス金利を解除して利上げに踏み切るかどうかです。日銀はこれまで賃金の上昇を伴う 2% の物価上昇を目指していましたが、今年の春闘で高水準の賃上げ回答が相次いだことから、マイナス金利解除の条件が整ったと判断する可能性があります。決定すれば2007年以来17年ぶりとなる利上げ。利上げによって銀行預金の利息が上がれば家計にはプラスになりますが、心配されているのが住宅ローンです。黒だから大人っぽすぎるかなと思うんで、子供がいるからもうちょっと明るい感じのキッチンがいいなと。昨日大阪府高槻市のモデルハウスを訪れていた川原さん一家。今年2人目の子供が生まれることもあり、夢のマイホームの購入を決めました。なんか空の色がいいって本人が言ってたんで、壁は普通の他のところと一緒で、天井だけこの色にしようかなと思って、川原さんはメーカー勤務の35歳。5000万円から6000万円を借り入れて変動金利で住宅ローンを組もうと考えているそうですが、やっぱり金利がこれからどうなっていくかっていうところは、はい、気になるところです。上がらなくて済むならそれが一番いいんですけど、現在の大手銀行の変動金利はだいたい 0.5% 前後。5000万円を借り入れて35年ローンにすると月々およそ13万円の支払いになります。変動金利が上がれば当然月々の支払いも高くなります。住宅を販売している工務店は、金利が上がるっていうことは、連動するその住宅ローンのお支払いも上がってくるっていうことになりますので、はい、今まで買えた商品が買えなくなる、はい、もしくはグレードを下げて購入されるということになってくると思います。注文住宅ですから結構な金額いきますので、買い控えということになってくると思います。どれぐらい上がるのかとか、どれぐらいのスパンでまた次上がっていくのかとか、まあ、気になるところはありますけど、まさにそこが気になるところ。マイナス金利政策が解除されれば住宅ローンはいつどれだけ上がるのでしょうか。専門家に聞きます。今日の聞きたいでお伝えしていきます。気になる住宅ローン、いつ上がるのか、上がるとするとそのどれぐらい上がるのか、さらに賃貸、家賃にも影響が出てくるのかどうか、このあたりを聞いていきます。専門家は住宅ローンの比較サイトモゲチェックを運営する住宅ローンアナリストの塩澤さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。塩澤さんの周りではこのマイナス金利解除ということになると住宅ローンを上げようというような声というのは上がっていますか？そうですね、やっぱり銀行さんとしてはこう悩んでるっていうところがあるかなと思うんですね、はい、おっしゃる通り、そのまあマイナス金利が解除されると、まあ、日本 の, その全体的な金利環境が上がりますので、うん、変動金利も上げたいよねっていう銀行さんもいらっしゃれば、うん、一方でそのユーザーの理解っていうところがどれぐらい得られるんだろうかっていうところでちょっとこうためらってるみたいな銀行もあって、ちょっとこう様々っていう、うん、そんな状況ですね、まあ、銀行側としても様々な思惑というのがね、うん、あるんでしょうね、うんうんうん、ということで金利が上がるとどれだけ住宅ローンが変わってくるのか、うん、その影響について具体的に見ていきます。こちらみずほリサーチ&テクノロジーズの試算なんですけれども、はい、例えば変動金利2023年度が 0.4% だとしたら2026年度これ 2.9% という試算が出ているんですね、こんなに上がるんですか、はい、じゃあ例えば5000万円を借り入れて、じゃあ住宅ローン、はい、変動金利で35年ローン組んだ場合、うん、じゃあ月額月々どれぐらい返済するかというとおよそ12万5000円なんですが、はい、じゃあ2026年度計算してみるとおよそ18万6000円ですから 2.5 上がったら6万円ぐらい月々ですよね、はい、返済が増えていく
マイナス金利がゼロ、うん、まあ、多分次上がるとすればゼロ金利なんですけれども、うん、はいはい、まあ、わずかこう 0.1% のまあ利上げっていう形なので、それをどこまでその消費者に貸し付けるローンに織り込むのかっていうところはですね、やっぱりこう銀行によってこう判断っていうのが分かれるところがあるかもしれませんね。はい、これ塩澤さんはこれどれくらい上がると見てますか？まずですね、この 2.9% というのはちょっと高すぎるんじゃないかなっていうふうに個人的に思ってまして、ここまではいかないかな、3年間でっていう試算ですね。そうですね、2023年ちょっと急激な気もしますね。まあ私の感覚としては2026年度でまあ 0.9% ぐらい、今よりも 0.、まあ、上がって 5% ぐらいかなと思うんですよね。 0.5 ポイントぐらい、というのがですね、基本的に金利を上げるというのは、はい、経済に対してこうブレーキをかけるというのと一緒なんですよ、うん、この過熱を止めるということなんですよね。だからそうなった時に、そこまで日本の経済今過熱してますかと、ちょうどこう、まあ、回復途上というところなので、そこまでこうギュッギュッとこうブレーキを踏むかというと、さすがにそこまでやらないんじゃないかなというふうに、まあ、私個人は思いますね、うん、見ているということですね。で、愛さん含め視聴者の皆さんも、ただこれ今ねローンを組んでいる方、これすぐには上がらないということなんです。ちょっと詳しく見ていきましょう。こちらです。これ5年ルールと 125% ルールというものがあるそうなんです。まず5年ルールについて、金利が上がっても5年間は毎月の返済額は変わらないというものです。そして 125% ルールというものですが、今までの返済額に対し 125% の金額までしか上がらず、これ塩澤さん 125% ルール、こういったものがあるんですね。そうですね、一言で言いますと激変緩和措置ですね。こう金利がこうガーッと上がってきた時にですね、やっぱり家計がもう大変になってしまうと、まあ、場合によっては返せないみたいなことになる可能性もありますので、そうならないようにですね、上げるとしてもこうじわじわ上げますという、まあ、そういったルールが決まってるんですね。なので、まあ、先ほどまあ説明いただいた通りですね、5年間は同じ金額が続きますよと。でもしその間に金利がガーッと上がってきたとしても、次の6年目以降というのはその5年間の 1.25 倍までしかですね、返済額を上げませんというその 125% ですね、まあ、そういった形でユーザーの方がですね返せるような仕組み、こういうふうになっているというところですね。準備もできるし、ある程度対策も打てるということなんでしょうね。そうですね、まあ、その、まあ、5年間は同じ返済額なので、その間に準備してねっていう、そういったメッセージですね。そういうメッセージ、その間の準備がなかなかできないですよね、これまた。あるんですけどね。このマイナス金利が解除された場合、いつからこう住宅ローンに影響してくるのかということなんですが、こちらです。これね、3月、これマイナス金利が3月に解除、それから4月に解除、これで2パターンちょっと番組では用意してみたんですが、まず塩澤さん、3月、つまり明日このマイナス金利が解除、これが決定するケースから教えてください。そうですね、もし、まあ、明日マイナス金利が解除されると、結論ですけれども7月からの返済、これにですね新しい金利が適用されるというふうになると考えています。結構すぐですね、はい、そうなんですよ。でこれどういうことかと言いますと、その銀行が変動金利を見直すタイミングっていうのは年に2回しかないんですね、うん、4月と10月のこの2回っていうのが一般的なんですよ、はい、ですのでもしマイナス金利3月に解除するとなると、4月の金利をですねおそらく上げるんじゃないかなと、うん、となると4月に、まあ、判定をすることになりますので、その3ヶ月後の7月から新しい、まあ、金利でですね返済が始まるという、まあ、こういった形で進んでいくのがまず3月解除のシナリオというふうになります、はい、うん、じゃあそれが4月だとどうなりますか？4月ですと結論ですね、もっとこうタイムラグがあってですね、来年の1月からそのまあちょっとこう金利が上がった新金利で適用されるというふうになります。でこれも同じ理由でして、その変動金利を見直すタイミングが4月と10月の2回しかないんですよ。なのでもし4月にマイナス金利が解除という形になるとですね、はい、でこの4月のその判定に間に合わないんですよね。5月から基準金利が上がるという形になるので、次の判定の機会は10月と、うん、となるとその10月の判定から3ヶ月後の翌年1月ですね、ここから新しい金利での
返済が始まるっていう、こういった形になりますので、だからマイナス金利が解除されるのが3月中か4月になるのか、これ大きく違うということですからね。明日の決定というのがだからそれだけ大きな意味を持つということになるわけです。これ例えばこれマイナス金利解除ということになって、これ利上げした場合というのは賃貸マンションの家賃というのは塩澤さんどうなります？おそらく結論上がる方向なんだろうなと思っていますと。上がりますか。で、やっぱりこう理由としては2つありまして、1つが不動産投資をやっている方もですね、住宅ローンと同じような形で不動産投資ローンというのを借りてるんですよ、うん、ですのでマイナス金利が解除されるとこの不動産投資ローンも金利が上がるはずなので、うん、その分をですね家賃にこう上乗せして回収しようとする動きっていうのがおそらくあるだろうというのがまず一つと、あともう一つがですね、これちょっと金利とはちょっとこう離れるんですけども、最近やっぱり不動産価格がどんどん上がってきてますよね。なので多少家賃を上げたとしても逃げられないと、要はその家買うにしても金額が高いから、そうそうですね、あの家賃上げても出ていかない、退去しないだろうという、まあ、そういったですね思惑もあって強気の家賃設定をしてくる可能性もありますので、まあ方向性としては上がるっていう、まあそういうふうに考えておいていいかなと思います。上げやすいムードもできてるっていうことなんですね。そして気になるのがこちらでもあります。はい、家を買うならいつということで塩澤さんこういう見解を示しています。買うつもりであれば前倒しして買うべし、ただ金利上昇を見越して借りすぎに注意ということですが、詳しく教えてください。そうですね、まあ、先ほど申し上げた通りですね、やっぱり最近こう、まあ、インフレっていうところもあって不動産価格がどんどんこう上がってきてますよね。なのでまあ、ちょっともうちょっと様子見しようかなという形で待ってるとですね、もう手に届かないような形で不動産価格が上がってしまう可能性もあるんですよ。だとしたら、まあ、この家いいなっていうのがあるんだったらもう今すぐ買うっていうところ、やっぱりそういったところを、まあ、考えた方がいいですし、かつその、まあ、様子見をしている間の家賃ですよね、この支払いもやっぱりもったいないですよね。なので、まあ、そういったところを考えると、まあ、やっぱり家っていうのは、まあ、前倒しで、まあ、買うっていうところも、まあ、一つ大事かなと思いますと。ただし先ほど申し上げた通り、まあ、マイナス金利が、まあ、明日解除されるかもしれないと、まあ、金利が上がるかもしれないというところを踏まえると、あんまりこうたくさん借りすぎちゃうとですね、今後その、まあ、払えないということもありますので、まあ、イメージとしてはその、まあ、年収の、まあ、5倍マックスでも7倍までっていう形でですね、住宅ローンの借り入れ額、ここにちょっとこう、まあ、キャップといいますか歯止めをかけるっていうのはちょっと意識された方がいいと思います、はいはい、そうですね、やっぱ金利が稲村さん上がってくるとお金の借り方というのも変わってきますよね。いや、その分やっぱりそのお給料も上がっていく、しっかりとね可処分所得も上がっていくっていうこととセットでないと、やっぱり限られた人しかもう不動産なんか、ね、手が届かないっていうふうになってしまいますのでね。塩澤さんそのあたりどうですか？そうですね、やっぱりまあ給与っていうところがまあ上がっていくっていうところがまあ前提となっているので、まあ、今回の金利っていうのはまあもちろんなんかすごくこう不安なところあるんですけども、ただ一方でこう日本経済が良くなってるっていうところも実際あるんですよね。なのでこう必要以上に恐れないっていうところですかね。やっぱり給料も上がってるから金利も上がるんだというところで、まあ、通常の消費活動を続けるっていうのはやっぱりこう大切なんじゃないかなと思います。やっぱりだからそこの賃上げが大事ってことになりますよね。今まあこの春闘ではですね、まあ大企業はじめまあ少しは上がってますが、ただ物価の上昇に追いついてないというような状況があったりするし、やっぱ一つ危惧されるのは金利が上がるとなったら一瞬駆け込み需要みたいなのがあって、まあババッと住宅売れるタイミングがあったと思うんですけど、その後どんどん金利が上がっていって、やっぱり買い控えというのが起きて、やっぱり住宅産業というのは非常にまあ裾野の広い産業なので、これで住宅需要がガコーンと落ち込んだら今上がり調子のまあ日本の景気がですね、まあ冷え込む恐れもあったりするので、まあそこら辺はちょっと危惧されるところですよね。わかりました。ではライン質問いきましょう。はい、変動金利で15年ローンが残っています。固定に変えた方がいいですか？気になりますね。塩澤さんいかがでしょうか？そうですね、結論が変動金利のまま返済で問題ないかなと思います。このままでいい。理由としては、はい、この人でも35年間のうちもう20年間もうすでに支払っているわけですので、もう残っている元本も少ないと思うんですよね。だとしたら今後もちろんまあ金利が上がるリスクっていうのはありますけれども、まあ最悪ですね、元本が少なければ繰り上げ返済で逃げ切るっていうこともできますので、まあ残り15年という形であれば、まあ変動金利っていうところまあ考えていいんじゃないかなと思います。なるほど。例えば35年残ってるっていう場合はこれどうした方がいいですか？固定か変動か。
まあ、それでもですね、結論、私としてはやっぱ変動でいいんじゃないかなと思ってるんですよ。ああ、そうですか。で、理由はですね、うん、何かと言いますと、住宅ローンって35年間の利払いがあるんですけども、最初の10年間でその金利総額の半分を支払うっていう、まあ、それだけ最初の10年間で金利の負担が重い時期なんですよ。うん、だとしたときに、今固定金利ってちょっと高いんですよね。変動金利もだいぶ高いんですよ。うん、そうですね。割高な固定金利をわざわざ借りますかと。それよりも、まあ、今すごく変動金利が安いので、それで最初の10年間を低金利で通過した方が、35年間トータルの利息、これはですね、まあ、節約といいますか減らすことができますので、まあ、そういった意味でもやっぱりこう変動金利っていうところは、うん、まあ、有効活用できる余地っていうのはまだまだあるんじゃないかなと思います。わかりました。ここまで住宅ローンアナリストの塩澤さんにお話を伺いました。ありがとうございました。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。